うん、美味しい。こんにちは、せんかです。前回の動画でお見せしたグルーワインの作り方を今日はご紹介したいと思います。材料を用意してあるので早速始めていきましょう。こちらが材料になります。まず1リットルの赤ワイン、お好みのもので大丈夫です。それからスターアニス1つ、クローブ6つ、シナモン1本、あとはカルダモンは5つ、ナツメグは半分で、オレンジ1つで、こちらのオレンジは皮も一緒に調理するのでできればオーガニックのものがいいと思います。で、お砂糖 80g、 あとはすり鉢、それからお鍋1つ、これで全部になります。ちなみにスパイスに関してなんですが、日本で見つかりづらいものもあるかと思うので、シナモンを粉のものに変えてもらったり、他のスパイスはあるもので代用していただいても大丈夫です。シロップからまず先に作っていきたいと思います。まずこのオレンジの皮をカットしていきます。オレンジの皮にはたくさんアロマが含まれていて、いい香りや味が出るのでふんだんに使っていきたいと思います。先ほど切ったオレンジの皮をポットに入れます。残りのオレンジは絞りやすい大きさに切って、中にジュースを絞っていきます。次はスパイスを加えていきます。シナモンはちょっとちっちゃくします。ナツメグはおろし器で細かくしていきます。最後にお砂糖を入れます。そしたらこちらを火にかけてお砂糖を溶かしていきたいと思います。ふつふつしてきてお砂糖が溶けてくるまで火にかけていきます。あまり沸騰させすぎるとオレンジの苦味が出てしまうので程よくしてください。ちなみにワインを先に入れてしまうとアルコールが抜けてしまうので、あえてお砂糖だけ先に料理しています。5分ほど火にかけました。だんだんスパイスのいい香りがしてきてます。そろそろワインを足していきたいと思います。ちなみにお好みでラムを少し加えるとちょっと強めのグルーワインができます。今回はちょっと甘めのラムなしのグルーワインを作っていきます。ワインのいい香りがしてきました。そろそろ出来上がったと思うので、コップに移していきます。グルーワインが出来上がりました。ちなみにドイツではこういったもう作られたグルーワインもお店で買うことができます。でも簡単なのでぜひお家で試してみてください。早速飲んでみます。うん、美味しい。温まります。やっぱりお家で作るとスパイスの味もしっかり出てて美味しいです。ちなみに1日置くとまたさらに味が染みてて美味しく飲むことができます。今日は冬の温かい飲み物グルーワインの作り方をご紹介しました。皆さんご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。